皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回はプレネランキングプロフェッショナルモデルのステンレス編をお送りしてまいりたいと思います。この動画ではプレネ率によるランキングとともにリセールバリューもお伝えしていきます。これを見ればプレネ率とリセール率が同時にわかります。さて、1月1日にロレックスが価格改定を行いました。ステンレスモデルは約 2% の値上げとなりました。去年のえぐい値上げからすると今回の値上げは小幅にとどまりましたので、そこまで影響はないかなと思います。今回は新定価とともにお伝えいたします。これを見れば新定価もわかります。では1月第1週のランキングいってみましょう。21位からご覧ください。21位はシードエラー126600になります。定価は153万3400円から 2.4% 上昇して157万800円。新品最安値は194万3000円。プレネ率は 123.7%。買取最高値は170万円。リセール率は 108.2% でした。シードエラーも気づけばかなり高くなりましたね。私の記憶だと120万円くらいのイメージだったんですが、160万円近い値段になってしまいました。リセールは定価に近いので正規店で狙いやすいモデルです。20位はミルガウス 116400GV 黒文字版になります。定価は108万5700円から 2.2% 上昇して110万9900円。新品最安値は139万7000円。プレネ率は 125.9%。 買取最高値は110万円。リセール率は 99.1% でした。ミルガウスは今年ディスコンの可能性がありますが、あまり上がってないですね。ご覧の通り買取最高値は定価割れですので、転売ヤーは絶対狙ってきません。ただ正規店ではなかなか出会えないです。ディスコンで生産ストップなのかもしれません。19位はディープシー136660黒文字版になります。定価は164万6700円から 2.3% 上昇して168万4100円。新品最安は218万円。プレネ率は 129.4%。買取最高値は160万円。リセール率は 95% でした。ディープシー黒もリセールは定価割れとなりまして、本当に欲しい人しか狙わないモデルとなりました。とにかく正規店でプロフェッショナルモデルを購入したい方、おすすめです。18位はヨットマスター126622ブルー文字版になります。ヨットマスターの定価は据え置きで145万8600円。新品最安値は191万9000円。プレネ率は 131.6%。 買取最高値は160万円。リセール率は 109.7% でした。ヨットマスターはベゼルがプラチナなので、他のステンレスモデルとは扱いが別のようで、今回は値上げはありませんでした。ヨットマスター好きとしては嬉しい限りですが、人気出ちゃうかもしれないです。定価据え置きの影響でプレネ率リセール率ともに上昇してランクアップしました。17位はヨットマスター2 116680になります。ヨットマスター2の方も定価据え置きで221万9800円。新品最安値は296万円。プレネ率は 133.3%。 買取最高値は235万円。リセール率は 105.9% でした。定価が据え置かれたヨットマスター2は相対的にランクが上昇しました。リセールはほぼ定価なので正規店で狙いやすいモデルだと思います。16位はエクスプローラー2 226570黒文字版になります。定価は112万2000円から 2.3% 上昇して114万7300円。新品最安値は159万5000円。プレネ率は 139.0%。買取最高値は135万円。リセール率は 117.7% でした。エクスプローラー2は価格改定後もまだ買いやすい定価にとどまっております。リセールも安定してますのでおすすめです。15位はエクスプローラー2 226570白文字版になります。定価は112万2000円から 2.3% 上昇して114万7300円。新品最安値は162万7000円。プレネ率は 141.8%。買取最高値は143万円。リセール率は 124.6% でした。黒に続いて白がランクインです。白も安定した人気がありまして大きな崩れはないです。白文字版人気はまだまだ続くでしょう。14位は、
DeepSea136660 D ブルー文字盤になります。定価は168万4100円から 2.2% 上昇して172万1500円。新品最安値は245万4100円。プレネ率は 142.6%。買取最高値は185万円。リセール率は 107.5% でした。D ブルー今回の価格改定で170万円を超えました。ステンレスとしてはかなり高い部類になりますので、正規店では余る傾向になるんじゃないかと思っております。逆に正規店で買いたい方はおすすめです。13位は、エクスプローラー124270になります。定価は84万7000円から 1.6% 上昇して86万200円。新品最安値は125万5000円。プレネ率は 145.9%。買取最高値は110万円。リセール率は 127.9% でした。エクワンはまだまだ買いやすい定価にとどまっております。買いやすい値段なので、正規店でも引き続き人気は高いと思います。12位は、ヨットマスター126622スレート文字盤になります。定価は据え置きで145万8600円。新品最安値は216万9000円。プレネ率は 148.7%。買取最高値は175万円。リセール率は 120.0% でした。周りの定価が上がっている中でヨットマスターは据え置きでした。相対的に人気は上がっていくのではないかと思います。11位は、エアキング126900になります。定価は87万2300円から 1.5% 上昇して88万5500円。新品最安値は134万円。プレネ率は 151.3%。買取最高値は105万円。リセール率は 118.6% でした。エクワンと同じく定価100万円以下で買えるプロフェッショナルモデルということで人気が出てくると思います。新型はご祝儀相場からかなり下がってきてますので、そろそろ正規店でも買いやすくなってきているのではないかと思います。10位は、サブマリーナーデイト 126610LN になります。定価は119万6800円から 2.1% 上昇して122万2100円。新品最安値は185万9000円。プレネ率は 152.1%。買取最高値は163万円。リセール率は 133.4% でした。サブデイトは今回の価格改定でついに定価が120万円を超えました。一方でプレネ率は下がってきてますので、そろそろ正規店で買いやすくなってきているのではないでしょうか。狙い目かもしれません。9位は、イルガウス 116400GV Z ブルー文字盤になります。定価は108万5700円から 2.2% 上昇して110万9900円。新品最安値は169万8000円。プレネ率は 153.0%。買取最高値は135万円。リセール率は 121.6% でした。ディスコンの可能性がある Z ブルーですが、大きな崩れはないので、今後新作発表に向けてじりじり上昇していくのではないかと見ております。8位は、サブマリーナー124060になります。定価は106万400円から 2.3% 上昇して108万4600円。新品最安値は169万5000円。プレネ率は 156.3%。買取最高値は150万円。リセール率は 138.3% でした。今回の価格改定で若干上昇しましたが、まだまだ買いやすい値段です。エアキングの次に買いやすいので、ファーストロレックスを考えている方におすすめです。7位は、ディープシーチャレンジ126067になります。定価は据え置きで309万3200円。新品最安値は518万円。プレネ率は 167.5%。買取最高値は350万円。リセール率は 113.2% でした。ディープシーチャレンジは昨年10月に出たばかりなので、価格改定はありませんでした。もともと超ド級の定価なので、上がってもあんまり関係ないとは思います。この定価なのにリセールが定価以上というのが驚きです。6位は、サブマリーナーデイト 126610LV になります。定価は125万9500円から 2.0% 上昇して128万4800円。新品最安は231万円。プレネ率は 180.0%。買取最高値は205万円。リセール率は 159.6% でした。一時期かなり崩れたグリーンサブでしたが、最近若干上昇傾向です。正規店ではまだまだ難しいでしょう。5位は、GMT マスター 2126710BLNR になります。
定価は127万2700円から 1.9% 上昇して129万6900円。新品最安は245万5000円。フレネ率は 189.3%。買取最高値は210万円。GMT マスター2は今回の価格改定で定価が約130万円となりました。少し前までは100万円以下で買えたので、すごい値上がり具合です。バットマンは若干下がってきてますが、まだまだ高いプレ値をキープしております。4位は GMT マスター2126710BLRO になります。定価は127万2700円から 1.9% 上昇して129万6900円。新品最安値は287万円。プレ値率は 221.3%。買取最高値は240万円。リセール率は 185.1% でした。ペプシの方も最近値下がってきているように感じます。と言ってもリセールがこれだけついてますんで、正規店で購入するのはかなり難しいでしょう。3位は、デイトナー 116500LN クロモジ版になります。定価は172万400円から 2.2% 上昇して175万7800円。新品最安値は309万5000円。プレネ率は 222.2%。買取最高値は340万円。リセール率は 193.4% でした。今回の価格改定でデイトナの定価が175万円を超えました。100万円以下で買えた時代を知っている自分としては覚醒の感を感じます。年末までかなり下がってましたが、今は若干ですが上昇しております。2位はデイトナ 116500LN 白文字版になります。定価は172万400円から 2.2% 上昇して175万7800円。新品最安値は477万円。プレネ率は 271.4%。買取最高値は410万円。リセール率は 233.2% でした。デイトナ白も若干上昇してきました。今年ディスコンの可能性も噂されておりますが、新作発表に向けてじりじり上昇していくのではないでしょうか。例年であれば今頃から少しずつ上昇していくので注目です。そして1位は GMT マスター 2126720VTNR になります。定価は133万4300円から 1.9% 上昇して135万9600円。新品最安値は370万円。プレネ率は 272.1%。買取最高値は280万円。リセール率は 206.0% でした。GMT マスター2レフティモデルがかろうじて1位をキープしましたが、ご祝儀相場からの崩れが大きく、2位のデイトナ白と肉薄してきております。おそらく近いうちにデイトナに追い抜かれるでしょう。市場に玉数も増えてきてますので、もうちょっと買いやすくなればいいのですが、今年もまだまだ正規店での入手は困難かと思います。以上、プレネランキングプロフェッショナルモデルのステンレス編をお伝えいたしました。21位から11位はこちらです。下位のモデルは買取最高値が定価割れのモデルも出てきました。どうしても正規店で購入したいという方は、リセールの悪いモデルを狙うのも手だと思います。10位から1位はこちら。年末にかけてロレックス相場全体はかなり崩れていたんですが、年が明けて若干ですが上昇してきました。4月の審査発表に向けてじりじり上昇していくのかどうか、今後注目です。次回のプレネランキングは1月下旬の予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。